うんうん、でボンさんもサングラスかけてさ、そこら辺歩いとけばオンリーも恥ずかしいじゃん、恥ずかしいじゃん、見つけやすいじゃないですか。いやいやいや、恥ずかしいよ、サングラスがもう目立ちすぎるのよえ、そんなことないでしょ別に。サングラスかけてても俺から声かけなきゃみんななっちゃうじゃん。そうですか、猫字見習ってください。猫字を、猫字の猫字を何、猫字がその初めてオンリーがオフィスに来るときに、そのオフィスの場所が分かんないから、その猫字が迎えに行くみたいになって、でまあ集合時間になって、そのまあ近く の, あのオフィスの近くの目印になるところで待ち合わせしてたんだけど、男の子が立ってて、で猫字が「ああオンリーオンリーこっちこっち」みたいな言ったら全然違う人だしかも結構猫字圧強めに、あ、オンリーオンリーって言って、すげえ手振って知らないおっさんが、あ、オンリーオンリーとか言って言って、あっちすごい、え、みたいな感じの雰囲気で、なんか、あ、すいません、間違えました、みたいな。その人は急にオンリーとか話しかけられて、これでも田中さんとかだったらさ、まだこう、ね。まあね、まあね。うんうんうん。あ、すいません、人違いですってなるけど。なるけどね。あオンリーオンリーこっちこっちは結構恥ずかしいよね。いや結構恥ずかしいと思う。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。その光景を愛はちょっと離れたところから目撃した。何やってんのよ。いやミルクピエもミルク氏もあの、うん、うちの嫁もそのオンリーが今日来るってなってそわそわしてたのやっぱ。あなるほどねなるほど、ね。オンリーちゃんが来るぞ来るぞ。ちょっと様子見に行ってたんだ。そうそうそう、だから玄関、いや僕はもう別にそんなね。そう小学生でも中学生でもないんだから、うん、別にその来るでしょと、はいはい、待っときゃ待っときゃ来るんだから、うん、そわそわせんでいいだろうっていう、で僕は普通に仕事してたんだけど、だからミルクピアはもう5分に1回ぐらい外に出てそわ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 してるのなんかその電柱のとこにいるいるとか言って、猫字が呼んでいる全然違う人に話しかけて、でミルクピエンから来た情報が、なんか猫字がオンリーちゃんっぽい人に話しかけてたんだけど、なんか全然帰ってこない、猫字そのままどっか行ったとか言って言ったからもう別に、まあ、あそうなんだとか言って、まあ、どっか行ったんじゃねとか言って、コンビニでも行ったんじゃないとか言ってただの人違いだった全然人違いだった、かわいそうやな相当怖かったでしょうね。猫字もだって言うて身長結構あるじゃないですか。180以上あるでしょ。うんうん、180以上あるええ声のおっさんがオンリーオンリーとか。オンリーオンリーこっちこっち。怖いな。うん、まあ、そういうこともありましたね。